はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん波動キャノンというカードはご存知でしょうか。これはね、僕ね、小学校ぐらいのエースカードだった、小学生ぐらいの時のエースカードだったんですよ。このカードめっちゃ貼って、で相手にバーンダメージを与えるなんか遊びめっちゃしてて、これめっちゃ楽しかった記憶あるんですけど、この波動キャノンというカードを令和の現代遊戯王において今日は使いこなしていきたいというふうに思います。これどういうカードかっていうと、表側のマジックトラップゾーンのこのカードを墓地を送ると、このカードの発動後に経過した自分のスタンバイフェーズの数かける1000ポイントのダメージを与えると、まあ、要するにこのカードでキル取ろうと思ったら、1枚だけでキル取ろうと思ったら8ターン、まあ、要は16ターンですね。お互いのターンで数えるんで16ターン、待たないといけないんですよ。現代遊戯王で波動キャノンが発動されている状態を16ターン放置することって、まあ、基本的には不可能なんですよね。これを可能にしてきました。相手のターンを飛ばせばいいです。まあちょっと、ギミックはいつもの通り、全部の、カードをデッキから墓地に送るっていう、なんかスーパーアルティメット墓地壊ししてたんですけど、デッキトップから色全部墓地送って、アルカラフォース21ザワールドで、ターンをスキップし、ターンをスキップすることによって波動キャノンもう除去されないという、でしかもターン数も稼げるという、まあ、最強コンボですね。はい、殴った方が早くねって言ってくるやついたら全部ブロックします。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。昔はねエースカールだったんだよね。なんか波動キャノンめちゃくちゃ張ってた記憶あるもん。昔の話だけどね、かなり。ああ、なんか小学生とかの時だね。懐かしくなったもんね、波動キャノンっていうその響きね。ああ、今やもう絶対に使われないけどね、遅すぎて。起動、自分のスタンバイフェーズごとにカウンターを加えるとかいうゴミみたいな効果しか、現代遊戯をそんな速度で開催されてないもんで、なんだろうなこれ、なんかあるな、ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんないです、何かがあります、お相手し、一応特殊して、あれですかね、ちょっとゴシップシャドウ出しに行きますから、ゴシップシャドウ出せんですよね今、実は、ワンドロー入れるかゴシップシャドウ出すかで言うと、ゴシップシャドウは出した方がよくて。一応レベル3のモンスターが2体でオーバーレイといってゴシップシャドウという言った場合、相手どうなるかって話なんですよね。はい、無限保養だったらでもこれ意外とここ打ってくれるんじゃないかっていう説あるよね。でライヒハート効果発動、あエフェクトベイラーか、あいいんじゃね。エフェクト別にいいんじゃね、いや別に貫通できるけど、このターンハンドエフェクトベイラーはいいよ。もう一枚はなんかなさそうなんだけど、どうなんだろうな。一応ゴシップシャドウ使っちゃうんですけど、これいけますね。これ先生5円の剣士ぶっ込んだり、あなんかチェーンしないな、これいけるかなこれ、もしかしたら。はい、これ序盤にね結構手札が打ってくると割と貫通できるんですよ。イゾルで出す、はい、で効果発動する、あオッケー、あいけそうだね、いけそうだ、ね、いきますか。でイゾルで効果で、デュランダルを送る、でリナルド、これはまあここまで結構テンプレムーブではあるんですけど、でリナルドの効果発動しまして、デュランダルを、回収しまして、デュランダルの、効果を発動、一応回収して、もうスケール一応あるんで、リナルド回収しといて、で、マスケット貼る、でイグニス貼る、ちなみにこのギミック最強なんですけど、メインデッキの中にすげえゴミいっぱい入るんですよ。それだけマジでうざいですね。まあまあのゴミ量、まあでも言うて全部で墓地壊してうんぬんかんぬんするデッキって多分ゴミめっちゃ入るからしょうがないと思うんだけどね。でイグニスの効果像で、マジェスティ特殊でフィールド魔法持ってこれるので、光の結界とか最強カード持ってきて、で同波数ら墓地に送る、はい、で、これちなみに引いてしまっても墓地に送れるのも強いですよね。このなんか謎の、ペガサスとかいうモンスターで、エクシード出して、ペンデラスケールを回収、はい、でドラグノフとマスケットを貼りまして、ゲイでペンデラス召喚、
メルシス、エクストラッキーに2枚溜まってるんでこの2枚出して OK で、一応もう出せるんでリナルド出しといてで、リンクリボーを、まあ、これリンク値を稼ぐためだけに入ってるんですけど一応リンクリボーを入れて出してでレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシューズショーガンヘルフレームバンシーオエイで、ヘルフレームバンシーの効果を発動オーバーレイユニットを1つ使い、さらにエクシューズの効果もチェーンして発動、スケールで特殊召喚できるモンスターを、手札か墓地から特殊召喚できるという効果で、ペーガサス出してでさらに、謎のモンスター、アグニマルキャンドル出してこれポプルスなんで、手段に加わると出てきますで破壊して回収、まあ、これは別にまあしてもしなくてもどっちもいいんだけどでも回収してでファイアワールファイアワールドラグンどこでもいいこれかはいで効果発動してレベル5に上げるで、レンク値6でシンギュラリティ出す OK でシンギュラリティはエクストラモンスターの下 OK でドロドロゴン出してこれは融合素材の代わりになれるっていうシンクロモンスターですねでリンク素材の、モンスターが墓地に送られたのでシンギュラリティの効果が発動してファイアウォールドラゴンが帰ってくるでファイアウォールドラゴンの効果で一応、自分の墓地か相手の墓地のも、カード戻せるんですけど手札、まあコストに一応なれるので、まあ、ここから自分の、まあ、墓地のカードを回収したり、まあ、誘発を扱ってればねウララとか、まあ、それ回収したしいいんですけど一応これ回収してダブルリナルドでいくさでドロドラゴンの効果、このカードを使って融合するうおいけサイバースクラックドラゴンキュイーンサイバースクラックドラゴンの効果を発動サイバースクラックドラゴンの効果によりデッキトップをすべて墓地に送らせてもらうぜあすべていやいやまだだったすべては6枚だったそして、クロックリザードをリンク召喚しクロックリザードの効果クロックリザードの効果により自分の墓地の融合モンスター1体をデッキに戻しそのモンスターをもう一度墓地のモンスターを使って融合を召喚することができる。うお、クロックリザードと、これは、デッキの枚数と同じ枚数にすればいいので、こうするとちょうど21まで美しいですね。はい。いけサイバースクロックドラゴンサイバースクロックドラゴンの効果融合素材としたリンクモンスターのリンクマーカーの数だけ、デッキの上からカードを墓地送る。そして打点がアップうおープルルルまあこの打点がアップにあんまり意味ありません。で、こうしてでグラビティコントラグラコロ出してでムードラの効果を発動ムードラの効果によりデッキに1枚最強カードを墓地に墓地からカードをデッキに戻させてもらうぞそしてさらに地下融合の効果を発動地下融合の効果により融合モンスターをエクストラデッキに戻しカードを1枚取ろうキュイーンそしてフェアリーティール主題機の効果を発動フェアリーティール主題機の効果により、自分の墓地のモンスターをいや魔法トラップモンスターを7枚除外しカードをこのカードを自身を特殊召喚することができるさあ帰ってこい主題機スッそしてジャイアントレックスは除外された場合に特殊召喚をすることができるそして光の結界を発動レベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築エクシーズ召喚現れろ特殊ラズのディガレス効果発動オーバーリミットを2つ使い自分の墓地からモンスターを特殊召喚ふわザ・ワールドアルカナフォース21ザ・ワールドの効果を発動コインは当然聖地だフィードのモンスターを2体リリースすることによりてめえのフェーズはスキップされるそしてエッジインプシザーの効果を発動カードを1枚デッキトップに戻しこのカードを特殊召喚そして波動キャノン発動このカードは発動した自分の3倍フェーズかける1000ポイントダメージをてめえのライフに与えるこれでアルカナフォース21の効果によりお前のターンは全てスキップされただひたすらに波動キャノンのカウンターが乗っていく
そしてスタンバイフェーズ、資料を同発するらの効果を発動。このカードを特殊召喚。さらに、引き合いの結果の効果は強制なので発動。そして、バトルフェーズに入るしかない、バトルフェーズはもうどうでもいいです。メイン2。そして、自分の墓地のエッチンプシダーの効果を発動。エッチンプシダーによってリナルドをデッキトップに戻し、これでデッキ切れ対策もしているというわけさ。エンドフェイズザワールドの効果発動。フィールドのモンスター2体をリリースし、お前のターンをスキップする。やばすぎる。これマジ、これ8ターン付き合っていただけません？先生8ターン、あーあーくっそ、波動キャノン打たしてくれ。ダメだ、波動キャノンで勝つシーンはお見せできそうにね。すまんみんな、すまんみんな、波動キャノンで勝つシーンは見せれそうにね、申し訳ねえ。いや結局なんか16ターンスキップして波動キャノンでさ、まあ、結局なんか行ってこいだから16ターンかかるんですけど、待ってるやついないんですよ。そう、待ってるとかいうやついるわけなくて、そんなやついるわけないので、マジで決まるわけないっていう話がありますこれ。はい、すいませんでしたって感じですね。ホルスか、ホルスもないいデッキだとは思うんですけどね。なんかジュンホルスとかでさ、なんかデュエリストカップなんか銀アイコン取ったとかいう人いないのかな。さすがにねえか、パワーがさすがにそんな甘い世界じゃないか。これ熱血指導をしてくるやつもしかして。うわ出たー、熱血指導を来たー、出ましたこれ。あれ風紀の先生ね、生活指導家の先生ね、生活指導家の先生。なんか3枚ぐらいドロップしてくるから嫌なんだよな。トップシェアだと最強じゃねえか、トップシェアとかいう最強カード来た。トレードイン、なるほど、まあ、とりあえずデッキを回したいということだけは伝わるな。普通のホルスではなさそう。わかんない、永続めっちゃ引きにいってるのかもしんないけど、しょうがんねえな。マジシャンズソウルズ、はい、マジシャンズソウルズの効果を発動。うお、特殊召喚なんだ、王の棺でかなんか、うわっつえ、チキンレース、これコストになるやつや。ワンドローした上でさ、これチキンレースコストにソウルズでワンドローする動きめっちゃ綺麗だよね。トップシェア来たー、お互いにデッキの一番上にカードを最強、何アルカナフォース20はザワールドだと。何、もしかしてこれはあれか、坊や驚いたね、坊やくしくも同じ構えだってやつか。マジ光の結界を発動。え、ソウルズドローしねえの、チキンレースでドローしたらいいや。イムセティ、あ、違えわ、これあれか、あのジアンデとするやつか。はいはい、でケビンセルフ、あ、なるほどね。でデッキトップに置いたからこれ確定なんだ。そう、これトップシェアの強いところで、これなんか僕もなんかホルスなんかザワールドみたいな意味わかんないデッキ動画にしたことあるんですけど、それでマジトップシェアマジ最強すぎて、とおいっす、なんか参考にしてくれてたんだったら嬉しいな。ザワールドの効果、あ、ザワールドがデッキトップ置かれてるからこれ確定で特殊ができるんですよ。ザワールドの効果、もちろん光の結果の効果により、コインは当然聖地。はあ、終焉のカウントダウンだと、誰。おいやばいぞ、おいやばいぞ、これもしかしてあれか、一生ターンスキップし続けて終焉のカウントダウンで勝とうというのか。おい。おい待ってくれ、待ってくれ、終焉のカウントダウンを使い20ターン耐えなきゃいけないのをザ・ワールドで一生スキップし続ける、これがかのあの最強デッキ終焉ザ・ワールド。ちょっとターンスキップして波動キャノンして勝とうと思ったら、ターンスキップして終焉のカウントダウンされてるの、マジこれ一応あれなんだね、あのターンスキップはしてるけどさ、終焉のカウントダウンのカウントで進むんだね。それ知らなかった、ターンスキップしてるからさ40ターン待つかと思ったらさ、ターンスキップしてるけどカウントダウンのカウントは進むっていう謎さえてきた、勉強になったな。